香川真司、ドルトムント、振り仮名香川、真司所属ドルトムント、ドイツ、ポジション MF、ミッドフィールダー、出身地兵庫県、生年月日1989年3月17日生、身長175センチメートル、体重68キログラム、血液型 A 型利き足右、経歴黒川高校、ウィザス高校、セレッソ大阪、ドルトムント、マンチェスターユナイテッド、ドルトムントチーム遍歴2006から 2010.07、 セレッソ大阪、JPN、2010.07 から2012、ドルトムント、GER、2012から2014.08、マンチェスターユナイテッド、ENG、2014.08、ドルトムント、GER、成績、クラブ、リーグ戦シーズン所属クラブ、背番号、試合得点アシスト2006、セレッソ大阪2億9000万2007、セレッソ大阪、J2、26億3559万2008、セレッソ大阪、J2、2635億1610万2009、セレッソ大阪、J2、844271-2010-11、ドルトムント、GER、2、318802011-12、ドルトムント、GER、2331139-2012-13、マンチェスターユナイテッド、ENG、262065-2013-14、マンチェスターユナイテッド、ENG、26183-2014-15、マンチェスターユナイテッド、ENG、26000-2014-15、ドルトムント、GER、72855-2015-16、ドルトムント、GER、23299-2016-17、ドルトムント、GER、232116、成績、代表、シーズン年代試合得点2008、五輪代表 3.A 代表 6-1-2.9A 代表 4-1-1.A 代表 7-1-11A 代表 11-6-2.12A 代表 9-3-2.13A 代表 16-4-2.14A 代表 10-3-2.15A 代表 14-4-2.16A 代表 7-4-2.17A 代表52奇跡年月日弱い詳細1989年3月17日0兵庫県神戸市に生まれる20112FC 宮城バルセロナのジュニアユースに入団、20415FC 宮城バルセロナのユースに昇格、2004-045黒川高校に入学、2005年12月18日16セレッソ大阪と仮契約、20616セレッソ大阪に入団し、通信制のウィザス、現第一学院、高校に転校、2007年4月7日17 J2、鳥栖戦で J リーグ初出場、2007年5月23日17 J2、水戸戦で J リーグ初得点20717U20W 杯の日本代表に飛び級で選出される。20818平成生まれとしては初めて日本 A 代表に選出される。2008年5月24日19キリン杯、コートジボワール戦で A 代表初出場、2008年10月9日19キリンチャレンジ杯、UAA 戦で A 代表初ゴール、2010年5月17日21南アフリカ W 杯メンバーには選出されなかったものの、サポートメンバーとして A 代表に帯同、2010年7月1日21ドイツ分です。リーガのドルトムントに完全移籍、2010年8月22日21レーバークーゼンとの開幕戦に先発フル出場し、ブンデスリーガデビュー、2010年9月11日21ウォルフスブルク戦でブンデスリーガ初得点をマーク、2010年12月21日21リーグ初得点という活躍が認められ、ブンデスリーガの前半戦 MVP に輝く。欧州移籍初年度の受賞は日本人選手として初、2011年1月25日21アジア杯準決勝、韓国。
戦で右足の小指の付け根を骨折。2011年4月30日22ドルトムントが9期ぶりの優勝。